普通に、思うようにやってもらえばいい。いいよ。くぐってやるやつね。いいよ。あと10秒ぐらいやってもらえば。じゃあこっち向いてもらって、じゃあ普通にちょっとやってみてくれる？もう一回。で、OKOK。ねえ、ちょっとこう前かがみになってるもんで、せっかく背があってリーチが長いからもったいないから、もうちょっと体を起こそうかな。そう。で、体を起こして、足と足がちょっと重なり気味やから、右足、ちょっと出して、ちょっとね、こう背、ってやった方が、なんかでかく見えるというか、高く見えるもんで、なんか殴りにくいというか、こうさ、前かがみになってくると低いもんで、すごい、なんていうの、届きそう、パンチが。リーチせっかくあるから、そういう感じ、そういう感じ。さっきみたいな感じで頭ずらしてもいいし、うまい。そう、あんまりこのね、うん、その猫背になりに、なり、なりまくらんでもいいよって感じかな。いよいよ。頭ずらしてジャブもいいし。かわされた時もいい。じゃあ普通にジャブワンツーできる。ジャブワンツー。そう。ね、今はダッキング、要は打った後避けなさいっていうのを多分やってくれてると思うけど、次はそれは、仮定としては外れた場合、空振りした場合のディフェンスなんさ。で、次はじゃあ当たったワンツーって感じで、ジャブ、当たった、ワンツーも当たったみたいな。そう、その時に当たったら手ってこう戻した方がいいよね。ジャブ、ワンツー。それも当たった過程。要はいろんな過程をやった方がいいってこと。全部が全部今のシャドウだと空振りした過程になってるから、当たるシャドウも入れるみたいな。ジャブ、ワンツー。そう、次はジャブ、ワンで外れたみたいな。ってやると、なんかイメージつかん？当たった場合、当たらんだ場合とか、ジャブ、ワン、ツー、で、で、それを、それでもう一回。で、ちょっとこっちに、流れてるから、もうちょっと真ん中というか、そうです、これを、その辺。ってやる感じ。で、ストレート。いいね。とか、ジャブ、ワン、ツー、外したときに、右にずれる。それ、頭くぐりながら、ずれて、ストレートってやるけど。自分が正面におるから、そのまま空振ってストレート打つよりも、そっちずれた方が、要はもらいにくくない？パンチが。で、ジャブワンツーで、そういうこと。それずれるっていうのもシャドウに入れたいし、ワンツーで当てるやん。当たったパターンやってん。その後今腕ちゃんと引いてん。で、その腕を引くついでに左フックもよくない？もう一回やってみ。ワンツーフック。で、もう一回フック。で、ストップ。それをもうちょいこの辺。実際やったら、その辺じゃない？当たるときって。あと、右の脇が開いてるね。いいよ。ジャブ、ストレート、フックの。締めた方がいい。パンパンパン。で、締めとけば、もう一回やってみて。ワン、ツー、フック締めとけばストレート出しやすくない？そっから。開けてみ？じゃあ、脇開けといてみ。脇開けて、どう？ストレート打ちづらくない？ ボディもやられると思う。ジャブ、タン、タン、タン。あとはちょっと、左足が前が踏み込みすぎやもんで、もっと浅くていい。ワン、ツー、ジャブ。脳がストレート打ちやすくない？前に行きすぎると足がこうなってるもんで、そこら辺かな。いいよいいよ。じゃあもう一個、じゃあまた切っていく。